はい、トレハル級整骨院長の石丸です。お願いします。本日は、成功する鍼灸師がやるべき戦略についてお話したいと思います。成功する鍼灸師がやるべき、戦略ですね。これはですね、まあ当院でもね、まあ、このような考えでやっておりますね。対整体、対カイロ、マッサージ、リラクセーションではなくですね、鍼灸師のね、鍼灸院をね、まあ、開業されてですね、マッサージ、整体とか、まあ、やってる人も多いと思うんですが、まあ、対整体、対カイロ、対マッサージ、リラクゼーションではなくですね、マッサージとかではなくですね、対病院、西洋医学、バーサス東洋医学が望ましいんですね。もう対医者ですよ、対医者。ね、これが一番いいと思う。ね、対整体、カイロ、マッサージ、リラクゼーションをやってるとですね、もうそこにはですね、とんでもない、治療院がもう群がってるんですよね。もうそんなとこ行ってても、東洋医学の良さが出ないし、もう勝手にやってくれって感じですよ。もうそれはそれでやってもらったらいいんですよ。我々は本当の鍼灸師っていうのは、東洋医学対西洋医学でやるべきなんですよね。もう対大学病院、対、市民病院、対医者ですよ。それが一番望ましいし、一番成功すると思いますね。そのような感覚で、大学病院、市民病院、病院で治らないのをビシバシ治すべきですよ。もうそういった感覚で、やる方がやっぱりいいと思いますね。私の治療院に来てもらうと分かるんですが、受付にですね、もう西洋医学の否定本がもう20冊ぐらいあるんちゃうかな。もう本屋さんに行くとですね、医学否定本っていうのを置いてますよね。医者に殺されないための47の教えとかね、医者が患者を騙す時とか、薬剤師は薬を飲まないとか、まだ医者を信じてるあなたへとかね、こうして医者は患者を騙すとか、まあそれはね、全部、お医者さんが書いてる本ですからね、そういったのをお医者さんが書いてるんだからね、我々鍼灸師はこれお医者さんが書いてるんですよっていうことで、まあアナウンスしてるんですね。だから東洋医学で治しませんかっていうことを、まあ言ってるわけですよね。ですので、東洋医学をねしっかり勉強されると、西洋医学と東洋医学ね、我々鍼灸師っていうのは学校でですね、まあ西洋医学を基礎医学として学ぶわけですよね。ですので、まあ、基礎医学の西洋医学を分かった上で、お医者さんが知らない東洋医学をドバーンってやることによって、ね、バーンっていくわけですよ。まあ、そのような感じで、鍼灸業界を盛り上げていただけたらと思いますね。本物の東洋医学を学び、1400年、続く東洋医学を盛り上げるべき。ね、私もね、過去の YouTube 動画で言いましたが、まあ、600年ぐらいにですね、600年ぐらいに、まあ、遣唐使、遣隋使ですね、あの時代に、まあ、東洋学が入ってきたんですね。それからですね、江戸時代末期が最も栄え、明治7年にですね、政令が出され、西洋学を勉強した者のみに、医師免許を与えるとなったので、東洋学はどんどん衰退していったんですね。でもですね、現在でも東洋医学っていうのはあるわけですよ。日本人の DNA には東洋医学は染み付いてるんですね。ですので、まあ東洋医学をね、もう一回ね、盛り上げるべきだし、今大学病院でもですね、市民病院でも漢方外来とかやり始めてますよね。西洋医学がもう壁に完全にぶち当たってますので、皆さんもですね、これを機にですね、東洋医学を盛り上げるべきですね。本当にね、まあ、東洋医学を実践している先生もね、たくさんいらっしゃると思うんですが、まだまだ数が足りないと思いますね。もっとビシバシね、もう対医者、対、西洋医学、対大学病院、対、市民病院ということでですね、私も YouTube 動画で散々言ってますが、外科、細菌感染症、救急救命、1型糖尿病、検査、透析が必要な人、あとはまあ西洋医学がどうしても必要な患者さんは西洋医学に行っていただいたらいいんですよ。それ以外の患者さんっていうのは半端な数じゃないですよ。本当に半端な数じゃないですからね。今現在、この60年で医療費っていうのは190倍に上がってるわけですね。
これを食い止めるのは我々鍼灸師などのですね東洋医学を実践しているもんだと私は確信しておりますね。ですのでこんなまあリラクゼーションとかマッサージとかね、まあそんなんやってる場合じゃないんですよ。本当にまあ死ぬ気でやってる整体師の先生、死ぬ気でやってるカイロの先生、死ぬ気でやってるねマッサージの先生、それはまあそれでもう結構だし、本当に辞める患者さんをね治していただきたいと思うね。でもですね、ウィーンってマッサージして、はい時間ですよってね、ねゴマだけ患者さんのゴマだけね患者さんに吸ってですね、まだ来てもらおうと思ってね、もうそんなんやってたらダメですよ。僕らなんかね、うちなんか本当に患者さんと喧嘩していいと思ってますからね、正々堂々とやってますよね。もう治るか治らんかでやってますから、もうそれぐらいのね、意気込みでね、やってほしいし、まあ、医者なんかですね、もう椅子にふんぞり返ってね、患者さんの顔も見ずにパソコンバチバチ打ってですね、まあ、そんな感じなんで、我々鍼灸師東洋医学が、まあ、伸びる隙間っていうのは実は鍼灸師の皆さんがですね、しっかりやればものすごくあるんですね。そういった隙間をどんどん広げていって、本当に成功していただきたいし、東洋医学が社会的認識度、東洋医学の社会的認知度と東洋医学のね社会的な要求度がどんどん増えることを望んでおりますね。慢性病、生活習慣病、体質から来る病は病院西洋医学は何一つ治せないのだからね。慢性病、ね、生活習慣病、体質から来る病、ね、何か一つ病院西洋医学で治るものがあったらぜひ教えていただきたいんですね。私もこの YouTube 動画で散々言ってますが、何にも治せないと思いますね。皮膚病治せますか？風邪ひきやすい体質治せません、治せませんよね。花粉症ね、花粉症はまあ舌下療法とかね、まあ、治る人もいるかもしれんけど、まあ、あれぐらいですよね。あとはですね、逆流性食道炎とかね、まあ、うつ病も治らんし、睡眠障害も治らないしね、高血圧も治らないし、糖尿病も治らないしね、時間解放症も治らないし、潰瘍性大腸炎も治らないしね、何にも治らないじゃないですか。肩こりも治らないしね、冷え症も治らないし、腰痛も治らないしね、何にも治らないですよね。円形脱毛症も治らないし、小児の脱毛症、あとはまあ喘息のね患者さんとか、中耳炎を繰り返す子供とかね、おねしょね、夜尿症の子供とか、何にも治らないですよね。全部対症療法ですよね。ですので東洋医学がそこをやっぱりですねビシバシ治していかないとダメですよね。これはね、患者さんに不利益なんですよ。患者さんに不利益、嘘の医療が まかり通ってるって感じなんですよ。ですので鍼灸師の皆さんがね、目覚めて、東洋医学をどんどんね、まあ、実践していただけたらと思いますね。私の YouTube 動画で、本物の治せる鍼灸師の勉強会もご紹介しております。まあ、そういったところにね、行ってですね、本物の治せる勉強会に行けばですね、対病院西洋医学でやれるようになりますから、まあ、そうすると一番強いですね今この現状では。今はですね、ものすごく過疎状態ですよ東洋医学っていうのは、鍼灸師にとってね、それでやっていただければ、まあ、どんどん伸びていくと思いますね。半端じゃない伸びしろがありますから本当にね。本日は成功する鍼灸師がやるべき戦略についてお話ししました。この辺ね、結構汚れてますが、まあ私の YouTube 動画もまあ900動画を超えてきましたね。明日、まあどうでもいい話ですが、新しいホワイトボードが来て、これからもどんどんですね、まあ社会に向けてですね、東洋医学の、まあ、東洋医学のね、素晴らしさを伝えていきたいと思います。あんまりやりすぎるとですね、まあ、命が危なくなるかもしれませんが、まあそれでもね、やろうと思っております。以上です。